Pick number 10 will be made by the Washington Wizards. No surprises yet. Pick still going according to form. 皆さんこんにちは、ダンコマヨシです。というわけで今回は久しぶりにワシントンウィザーズについて話していきたいと思うんですが、今回のドラフトの指名順位も10位と決まったウィザーズがこのオフシーズンどんな感じになっていきそうなのかをこの動画では見ていきたいと思います。そしてまだ登録されてない方はこの機会にしてくれると嬉しいです。ワシントンウィザーズといえばね、近年はその結構高いドラフト指名順位をゲットできている印象があるんですが、今回は10位に決定。そしてこれに対して自分たちが気になることは、このドラフト指名権で誰をゲットしていくのか、もしくはそれを動かしていくのかっていうところですよね。ですがウィザーズの GM トミーは先日このようなコメントを残しており、若い選手たちにとって彼らのルーキーの年からインパクトを残すことはとても大変なことだ。だから少なくともウィザーズではルーキーがスターティングポイントガードをやっている光景が想像できないと、ウィザーズの GM はこのようなコメントを残していました。うん、だからこういった話を聞いちゃうと、もしもね、今回の指名選手がガードだったら、GM はこの選手を動かしてくるかもしれないと、そう思っちゃいますよね。でもこの件に関してはね、おそらくウィザーズファンの間では意見が分かれるところだと思うんですが、っていうのは何人かのファンたちは多分この指名した選手をじっくり育てて見てみたいと、そう思っているファンもいると思いますし、その一方でこのドラフト指名選手を使ってすぐに即戦力になるような選手をゲットしてほしいと、そう思っている人もいるかと思います。あるいはこのドラフト指名選手を使ってより高い指名選手をゲットすることも可能っちゃ可能ですよね。例えばそのケースで言うと、2019年にアトランタホークスがドラフト8位指名選手を使って4位の指名選手をゲットしましたが、この時はこの4位の指名選手に対してアトランタホークスの8位指名選手、17位の指名選手、そして2020年のファーストラウンドピック、セカンドラウンドピックをそれぞれ手放したと。でもホークスも当時この4位指名選手プラスソロモンヒル、そしてセカンドラウンドピックをゲットしましたよね。まあだから要はこのケースでは指名順位を4つ繰り上げるために3つのファーストラウンドピックを失ったと、そういうことになります。まあ、だから今回のドラフトの中で上位の指名選手の中にこれは絶対に欲しいと、そういう選手がいたらこれもありっちゃありだと思うんですが、結構その代償はね大きくなりそうですよね。でもまあ今年のドラフトはね、近年の中でも結構豊作と言われている年で、少なくともトップ3の指名選手たちはオール NBA チームに入ってくる可能性が高いと言われてるそうです。でもまあこのトップ3の選手たちにね、今回ウィザーズが絡んでいける可能性は極めて低そうですよね。まあだから狙っていきそうなのは6位とか、あるいは5位あたり。そしてこのあたりの指名順位ではガードのジェイデン・アイビーか、あるいはシェイドン・シャープになってくる可能性も高いと言われてるみたいですね。ですが今回のドラフトにてキングスがね、4位の指名権を持ってるんですが、彼らは今回この4位指名選手を使って他の選手を取ることも検討しているそうです。っていうのはね、彼らは今年将来有望だった若手のハリバートンを出してサボニスをゲットした動きからも分かるように、今勝ちに来てると。まあだから彼らからしても、その現在ね若い選手を出して今すぐ使えそうな選手を取るっていうことに対しては全然抵抗もないと思います。っていうことは、もしもキングスがこの4位で指名した選手がめちゃめちゃね、ウィザーズにとって魅力的な選手だったら、そのドラフトの10位指名選手プラス現在ウィザーズでもまあまあ使っている選手を出すこともワンチャンありですよね。そしてもしもこの4位の指名選手がめちゃめちゃね、ウィザーズにとっていい選手だったと仮定して、自分がワンチャンありなんじゃないかなって思うのは、これを機にブラッドリー・ビールを出すっていうのは、ここまで彼と一緒にウィザーズはね、なかなか勝ててないから、その大型契約も控えている彼を出して、そのね、将来有望な若手を取るっていう選択肢も全然ありだとね、個人的には思います。まあだけど本当にこれに関してはこの4位の指名選手が誰になるかっていうところがキーポイントになってくるかと。でももちろん今こういったシナリオの噂がねされている中で、八村塁やデニアブリアが絡んでくるんじゃないかという話もあるみたいですね。そしてあと言われているのが、皆さんもご存知の通り、スリーガード戦法ご利用しのウィザーズにとって、このガードの選手たちは来シーズンもとても重要になってきそうなんですが、そんな中で今その補強候補として名前が挙がっているのが、クリブランドキャバリアーズのコリン・セクストン。でもまあこのセクストンがね、来たことによって、ウィザーズが勝っていける未来も想像できないし、何よりまだその彼の怪我もね、不安ですよね。しかもこれをやるとなったら、サイン&トレードになってくる可能性が高いと言われてるそうですが、またこれに対してウィザーズが何を出していくかですよね。しかもワンチャン8村がね、ここに絡んでくる可能性もあると思ってて、っていうのはね、今年のシーズン終盤クズマが怪我をしたことによって彼はスタメンで出ていましたが、来シーズンもね、またスリーガード戦法でクズマが復活したら八村はおそらくベンチよって、そうなってくるとこのチームの中でもね、優先順位は低くなってくると思うんで、可能性としてはね、全然ありえますよね。
もしくはウィザーズがこの3ガード戦法を変更してきたら話は変わってくるかもしれませんが、そうじゃない場合クズマがいる限りね、八村のプレイタイムは制限されると思うんで。でもまあ仮にキャブスに行ったとしてもね、あれだけパワーフォワードやビッグマンがゴロゴロしてるから、どっちにせよプレイタイムはそんなに見込めないと思うんですが、っていうかよくよく考えてみたら、キャブスにしてみたらあれだけビッグマンがねゴロゴロしてるから、八村のことは必要なさそうですよね。あるいはこのブラッドリービールを使って他のチームのオールスター級のプレイヤーを狙いに行くか、あるいは彼を使ってさっきも言ったように今回のドラフトのね高い指名順位の選手たちを狙いに行くか。まあ何せよウィザーズにしてみたらね、このオフシーズン様々な選択肢がありそうですが、皆さんはどうなっていくと思いますか？コメント欄で教えてください。そしてこの動画も楽しんでもらえたら高評価お願いします。はい、てな感じで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。